アルカンターラの例、ランチやデルタに使われている、アルカンターラランチやイプシロンに使われている、アルカンターラアルカンターラは、1972年に、トーレとイタリアの工業会社、エニの合弁で設立された、イタリアのイガントが製造、販売する、商標登録されたスウェード超人造比較素材、カーボンニュートラル認証を取得しており、自動車内装、船舶内装、服飾、 アクセサリー、家電等の分野で採用されている。日本ではトーレがエクセーヌとして開発、展開していて、イタリア製欧州及び自動車内装向けではアルカンターラのブランド名で展開していたが、2013年にアルカンターラをイタリア製、ウルトラスエードを日本製と使い分けることに変更された。アルカンターラの蘇生は68%の ポリエステルと32%のポリウレタンからなり、耐久性と洗濯クリーニング性が高い。外観と食感は天然スエードに近い。また一部の製品は家具や自動車内装用途における難年基準に適合した加工が施されている。自動車内装材としては、エクーヌアルカンターラとして採用されたものも参照のこと。用途としては現在最大の用途である自動車。 家具、医療品、カバン、アクセサリーヘルメットなどがある。ウィリアムズ F1、FW33 など F1、レーシングカーのドライバーシートの、難燃性カバー素材として使われた時期がある。また、ゼンハイザー HD800、ゼンハイザーモーメンタムオンイヤーなど、音楽鑑賞用高級ヘッドフォンのイヤパッドとしても、使われている。近年の例としては、マイクロソフトの PC、 サーフェイスプロ用タイプカバーおよびサーフェイスラップトップのパームレストとしての採用例もある。ありがとうございます。